今回ですね、村上春樹さんと、早稲田大学田中総長から、村上春樹ライブラリーを早稲田のキャンパスの中 でそれも僕はすごく素敵な場所だなと思ってるんですけど、そこにデザインをしてほしいという依頼を受けまして、なんか今までの大学 のキャンパスの中 の施設とは違うなんか文化の香りのするものができるなということで、設計をしながら大変プロジェクトに期待をしております。村上春樹さん の考えっていうのは、まあ、自分はまだ生きてるわけだし、死んだ人を記念するようなミュージアムでいや博物館ではなくて、本当に学生に使ってもらう、あるいはいろんな人に来て使ってもらう、村上ファンに使ってもらう、そういうような生きたライブラリーを作りたいというのが村上春樹さんの考え方 で私はそれはまさに村上文学にぴったし のライブラリーのあり方じゃないかなというふうに感じました。まあ、大学にとってもですね、そういうふうな生きたライブラリーができるということは、学生にとってもすごく、刺激になるし、で学生が実際にそこでですね、村上文学に触れるだけではなくて、なんか今後 の文学の在り方とか今後の世界の在り方を考える場所にもなるんじゃないかなというふうに、考えています。でそのためにですね、単なる展示とか単なる本を飾るっていう場所ではなくて、実際にその本を読んでもらうとか、あるいはコーヒーを飲みながらそういうことを考えてもらうとか、そういうようなまあ、ある種カジュアルな文化的な場所になればいいなというふうに思って設計を進めています。で建築自身もですね、もともとある4号館の建物、でその建物をリノベーションをするわけですけれども、今リノベーションっていうのもですね、実は建築の世界では非常に大きなテーマになっておりまして、場合によっては新築よりも面白いものができる可能性があって、時間に時間を重ねることによって新築の建築にはないような何か深みとか、あるいは奥行きが感じられるような場所にすることもできると思っていますので、今回もですね、4号館の建物を生かしながらも、なんかそこに全く違う別世界を作ることができるんじゃないかと思っています。で坪井翔陽の、演劇博物館との関係もですね、ちょうどいい形で2つの建物が連動できる場所にあるので、早稲田大学のキャンパスにとってですね、文化の新しい発信地が場所に生まれるんじゃないかというふうに私も大変期待しております。